はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日はですね、こちらデデデン VS ドラゴンボールシェイク。はい、こちらのね、ガチャガチャの身勝手の極意と、あとはとっておきの身勝手の極意をフィギュアをね、ご紹介していきたいと思います。はい、まずはこんな感じですね。こちらラインナップは、はい、こんな感じです。悟空、ジレン、スーパーサイジソン悟空とメタルクーラーなぜかメタルクーラーがこのラインナップに入っております。で、ね、今回はこちらの身勝手の極意悟空を開封していきたいと思います。一応ね、こんな感じで色分けされて入ってるみたいです。あ、こんな感じですね。胴体と足が簡単に分かれてるので、早速組み立てていきましょう。はい、中はこんな感じで、足と胴体と、あと腰の部分これすごいな。と、あと台座かなって感じですね。じゃあいきますよ。はいはいはい、はい、こんな感じで組み立てていきました。意外とね、組み立てが難しかったです。で、台座がこんな感じかな。はい、こんな感じですね。じゃあ早速見ていきますか。いやー、これかなり細かくできてますね。 VS シリーズね、最初は本当にどうなることかっていうぐらいクオリティが低かったんですけど、いやー、これかなりかっこいいんじゃないですか。一応ね、塗装は、肌は塗装してないんですが、道着とかはね、グラデーションの加工をしてあります。で、頭は綺麗な銀色、メタリックシルバーっていうのかな、そんな感じですね。で、肩のところがムキムキになってます。はい、こんな感じです。うっほー、いいっすね、これかっこいいな。はい、こんな感じですね。ちゃんと自立もします。はい、でね、もう一つのとっておきの身勝手がこちらでございます。でべべべべー、かっこいい。ドラゴンボールスーパー、ダ・スーパーウォリアースペシャル全一種。これね、かつてスーパーウォリアのいろんな種類があったと思うんですが、つい先日こちらの身勝手が実装されたので、こちらも開封していきたいと思います。はい、中はこんな感じですね。胴体と足と、あとは台座がついてます。早速取り出していきましょう。はい、こんな感じです。うほー、かっこいい。もちろん自立します、台座があるからね。いや、どうですかこれ、やばいっすよね。このシリーズかなりね、今ね、周囲にフィギュア臭が漂っておりますが、いやー、このね、肌のじゃない、道着の破れ具合とか筋肉とか、かなり間違いないんじゃないでしょうか。でね、頭はさっきと一緒のメタリックシルバーって感じですね。いやー、いいっすねこれ。で、また筋肉隆々、ハンマーユージョー、はいいやー、いいなこれ。さっきのやつよりちょっとね、肌がオレンジ色っていうか黄色っぽいっすね。はい、下はこんな感じです。道具もグラデーション加工、この辺してありますね。いやー、これは間違いね、身勝手だ。さっきのやつと比べてみるとどうですか。こんな感じですね。やっぱりちょっと肌の色が結構違いますね。で、顔は、ういかっこいいね。ちょっとピントが合わない。こうか、お、親子カメハメハはい、こんな感じでね、今回はこちらの身勝手2種類のガチャポンのフィギュアと UFO キャッチャーですね、こちら、こちらのフィギュアのご紹介でした。またね、ゴールデンウィークには確か一番くじがあるみたいなので、もちろんそれも身勝手狙って買っていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。